大木和と5月24日から2004年1月11日は日本の海軍軍人。最終階級は大佐。海兵51機、海大32機。広島県旧瀬良軍三河村出身。農家の三男として生まれる。高等小学校を出た成績優秀な時系の影響により、優等で小学校を卒業したが、父親が重傷を負い、 家族を手伝うため中学入学を一度は断念。だが、兄の勧めで、旧制修道中学校2年に2番の成績で、補欠入試に合格した。おさむ道中学校4年生の時、友人からの勧めで、海軍兵学校を受験し、300人中6番の成績で合格。その年、おさむ道中学校から海軍兵学校に5名合格し、 また、奥義の入学順位も良かったため、地元の新聞に大きく報じられた。1920年8月26日、第51期生として、海軍兵学校入校。兵学校卒業時の順位は36番。卒業後は、不創、第一県外艦隊警備駆逐艦、ウ薄に乗り組んだ。そこで、鎌田生産中佐より、語学力を買われ、相手方との交渉役となる。 そこでの彼の年に不相応な冷静かつ紳士的な態度が評判となり、注意昇進後の1926年、高松の宮上官予定の役も乗組員に選抜されたが、赤痢にかかり退官。1928年、五大霊特別官官式をメシ官、春名の二次士官室長に起用される、連合官隊参謀当時の奥義。退位となった同年12月。 海軍大学高等科学生の公開課に合格。一年後、主席として、恩師の銀時計を排除し卒業。1931年5月、第二艦隊参謀副官として、病校、後に、鳥海に転場した。1932年海軍大学校に入校し、1934年7月、卒業。出雲、岩手の公会長を経て、 連合艦隊参謀系副艦、第一艦隊副艦となり機関、山城に上艦、参謀職として専務及び教育を担当する。1935年海軍少佐に昇進し、長戸に転場。2.26事件の際は、連合艦隊教育参謀として、伝聞、連合艦隊に訓示を寄贈。1936年末。 軍令部一部長直属をつぶいんとなり、以後、対南洋法策研究委員会委員、内閣情報部情報官、参謀本部部員などを兼務、海軍の暴力対策の基本となる、暴力行為を作成。日中戦争勃発後の1938年1月14日、いわゆる国民政府を相手とせずのこの絵声明が、閣議決定された。すでに、日本政府は、 小介析の対応に豪を煮やしており、海軍でも、軍令部次長、小上根市中将、軍令部第一部公部員、横井忠夫大佐、品担当軍務局員、藤井茂中佐ら少数を除いて、交渉を打ち切りの線に傾いていた。藤井からこれを知った奥義は、戦争の長期化と連合国との関係悪化を危惧し、以下のメモを作成した。 1. 1紹介席を相手とせざれば一体誰と、事変解決を交渉するのか2。国民政府に与える影響は、あたかも無条件降伏の押し付けと同じ結果となる3。国民政府を否認し、地方政権を乱立することが果たして得策か4。国民政府を否認すれば、防止要庁の焦点をぼやかし、式にも影響する大本営政府連絡会議に臨む、伏見宮広康王に、 横井忠夫大佐を通じて手渡されたが、決定が覆されることは、ついになかった。1939年1月、第5艦隊参謀となり、以降約半年間、沿岸封鎖を主務とした海南島攻略作戦などに従事。同年7月、上海在勤海軍部官夫婦、スカヒコジロ少将補佐として、海南島を巡る王朝明政権との交渉に、 関与し、翌年4月、南京国民政府発足に伴い、初代特命全権大使、安倍信幸大将の随員となった。海軍中佐昇進後の1941年、2年ぶりに海軍省に戻った奥義は、大臣官房調査課会員となり、高木総吉課長の下で、総合研究会の幹事を務めた。ドイツ・シュレジアにいて、海軍演習場を視察する一行。 一番右が奥義。1943年10月、E29 潜水艦による届くを命じられ、12月16日、艦長の木梨隆一仲裁家122名と共に、シンガポールを出発。87日間にわたる幾多の苦難を乗り越え、翌年3月10日、南仏のロリアンに到着した。そこで2日間長旅の疲れを癒した後、ドイツ海軍の行為で、パリ、 ベルサイユの観光に招待された。だが、戦局の悪化に伴う停滞感の漂う街並みからはとても環境が得られるものではなく、その上慣れない環境と食事で体を壊してしまった。15日早朝、軍用列車でフランスを立ち、ドイツへと向かった。午前7時、ベルリンのアンハルターバンホフ駅に到着。ブランデンブルガートは隣接のホテルアドロンに宿を構え、 中毒大使館付海軍武漢補佐官となる。4月中旬、かねてより希望していたドイツ語の習得を認められ、ハイデルベルク大学に短期留学、日本学講座担当の岩倉智真に指示。5月1日、本国より大佐への進級通知を得る。7月末、ベルリンに復帰し、軍事委員長、安倍勝夫中将の補佐官を命じられる。 スウェーデン訪問中の1944年9月22日、小野寺信則公使館付部官と会談。国王グスタフ5世に日英間の講和の仲介を要請するという和平工作を画策した。その後、1945年4月1日に天公使館付部官への転勤事例が発令されるが、天大使館はビザを発行しなかった。 天候士岡本規制は連合国からの圧力であると説明している。4月13日、一行は仕方なく、ビザの発給がないまま連合軍の迫るベルリンを脱出することとなった。翌日、命からがらデンマークのコペンハーゲンに到着したが、民間船の徴用はできなかった。阿部大ギは、軍港軍事部長、バルター・ホールストマン大佐、参謀のクンツェ、グロスラを説得し、 ドイツ軍を裏切るわけではないことを示した。ドイツの降伏が決定的になった5月4日、スウェーデンへの移動には、総海底801号が用意されていた。翌日午前3時30分、大ギラは、クンツェ、グロース領参謀の見送りを受けつつ、港に急行した。日本海軍軍人らをスウェーデンへ送った後、連合国への投降を控えていた、総海底の乗組員たちは、 いずれも、通常冷装で整然と出迎え、静かに出航した。なお、同日午前8時には、イギリス軍が武装解除のためコペンハーゲンに飛来する予定であった。ため、まさにま一発の脱出であった。丸目港に到着すると、総海底の乗組員らは、針十字の旗の下、デッキに整列し、ナチス式敬礼を送りつつ、凛とした態度で連合国の武装解除を受けるため、 戻っていった。一行は、最後の行為を尽くした、独海軍士官らに、日本海軍軍人として、最大限の敬意を払って、本場の別れを告げると、直ちに天政府から不法入国として打捕され、四ショーピングのホテルに軟禁された。枠電食卓の障害手腕のおかげで、不快な取り調べもなく現地では、低調な扱いを受けたが、当然市外への外出は許されず、 扇はそのまま小野寺に会うことかなわず敗戦を迎えた。戦後も1年間の難禁措置を受けた後帰国。第二福音省総務局局員として海軍の残務処理を行った後、1952年6月、扇屋資材を設立経営。また、海軍反省会やマスコミからのインタビューにも積極的に参加した。2004年没、去年1 0 ありがとうございます。